これまでレクサスでは、最初 SUV として UX が設定されていましたが、大人気のヤリスクロスと基本プラットフォームをほぼ共有するコンパクトセグメント SUV として、LBX の国内販売が開始されました。そして、プロトタイプがミッドランドスクエアに期間限定で展示されていたので、早速見に行ってきたよ。館内にインするよ。LBX は一番手前に展示されていたよ。レクサス LBX クール FWD モデルの基本スペックです。車名の LBX は、レクサス、ブレイクスルー、クロスオーバーを意味するそうだよ。B ピラーもグロスブラックとそうです。コンパクトカー向け GAB プラットフォームをレクサス向けにチューニングしたものを用いているそうだよ。今回の LBXから内燃機関搭載車用にユニファイドスピンドルが新採用されているよ。ライトはアロー形状になっているポジションランプ兼デイライトの下にバイビーム方式の単眼 LED ランプ、バンパー部に LED 式フォグとコーナリングランプが装着されているよ。まずポジションランプの点灯状況だよ。外側にフォグ、内側がコーナリングライトだよ。ヘッドライト、フォグの点灯状況だよ。下に六角形を組み合わせたグリルとなっているよ。
L、シェイプ、一文字シグネチャーを踏襲した、フル LED リアコンビランプだよ。タイヤはミシュランの E プライマシーです。では、E ラッチシステムを採用したドアノブを使って運転責任するよ。手の触れる場所がステッチ付きのウルトラスエイドを使用しているので非常にクオリティが高いよ。ただしカーテイシーランプはな、消耗の入れがかなり小さいよ。シートのシート素地はセミアニリン、本革プラスウルトラスエイドだよ。バニティミラーは LED 照明付きだね。内部照明関係はすべて LED です。インパネやドアトリム、フロントコンソールなど、要所がステッチ付きのスエード調になっているのに、A ピラーだけなぜかカチカチです。ステアリングの仕上げもかなり上質な感じがしますし、パドルもついています。ただテレスコチルとか、手動調整というのは、レクサスらしくないですね。このヘッドアップディスプレイは、実はメーカーオプションだよ。スイッチをポチッとな。9.8 インチセンターディスプレイですが、ナビはネット接続をしたクラウド地図を使用するタイプのようです。あと、デザインが最近のベンツ社のパクリだよ。エネルギーフローは多少まともですが、ここまで無駄に大きくする必要はないよ。一応、64色のアンビエントライトがついているようですが、光る箇所は非常に少ないよ。置くだけ充電の場所はつくよ。
ープディスプレイにタッチトレーサーオペレーションの状況も映し出されます。Thank you.
率は下がりきらないよ。そしてドア開口部が狭いよ。センターコンソール後部に USB C 端子が2個、アクセサリーコンセントが装備されていたよ。運転席側にシートバックポケットはないよ。なんということでしょう。センターアームレストがないよ。追加された LBX です。
が、内外装の質感の高さはさすがだと感じたよ。しかしながら、助手席がパワーシートではない。シートベンチレーションがない。後席が狭く、アームレストがない。ムーンルーフなどの設定がない。など、装備充実かと言われると、アット3、ドルフィン、粉の方が充実していると思ったよ。Thank you.